船橋市では定期的に動物のしつけ方や触れ合いの教室などを開催し、人と動物が仲良く共生できるまちづくりを目指しています。今回は塩見町にある動物愛護指導センターで行われた愛犬の正しい飼い方、しつけ方教室の話題をお伝えします。5月10日土曜日、動物愛護指導センターで犬の習性やしつけを学ぶ基礎講座、愛犬の正しい飼い方、しつけ方教室が開催されました。動物愛護指導センターは、飼い主不明の犬の捕獲、動物に関する相談や苦情受付、ペットの飼い主へ向けた動物愛護の啓発、犬や猫の譲渡などの業務を行っています。この犬のしつけ方教室は基礎講座と実技講座が2日間で行われますが、今回は犬の習性やしつけの基本などを理解するための基礎講座です。講師は公益財団法人千葉県動物保護管理協会の相談員であり、獣医師およびドッグトレーナーの資格も持つ石田照子さんが務め、8組の飼い主が参加しました。一番大事なのは、犬を、嫌いな人もいるってことを忘れてもらいたくないね。犬を飼ってる人は自分のワンちゃんが一番可愛くて、みんな犬大好きの人ばっかりだと思ってる方多いんですけども、地域にはやっぱり犬が嫌いな人もいるわけね。だからきちんと、自分のワンちゃんは管理をちゃんとして、排泄にしても何でも迷惑をかけないような形で飼い続けていただくというのが、飼えなくなる、いつでも飼えなくなる状態がいつ来てもいいようにしつけるってことが大事だと思いますね。石田さんは平成8年からこの教室の講師を務め、千葉県内にある保健所や動物愛護センターで様々な動物についての知識を多くの人に伝えています。石田さんは犬の習性を飼い主がきちんと理解していれば、犬の年齢に関係なくしつけができると話します。性格もね、だから自分の資質もあるじゃん。基本的にこの家の中だとかお庭とか自由な行動をさせればさせるほどストレスかかってます。だから徐々にさせるにはいいんだけど、自由がいいと思って放し飼いでノーリードにしちゃうと、吠える原因にもなるし噛む原因にもなりますよ。犬を上手にしつけるためには、人間の子供と同じく叱らずに褒めてあげることが重要で、信頼される飼い主になることが求められます。絶対ダメ。犬は自分にとっていいことしか覚えないって覚えてください。だから何が言いたいかというと、名前を呼んですぐ来る子にしたかったら絶対叱らないってことは、名前を呼んで。だから名前を呼ぶときは必ず褒めるときが呼んじゃいけない。散歩中もですね、はい、ママママママって言ったら、右から左ふーんって聞いてるよ。呼びすぎはダメなんです。教室では犬は狭い場所にいると安心する習性があり、放し飼いやオープンなケージでの飼育は好ましくないことなどが話され、自分が思っていた認識と違うことに気づき、驚く参加者の様子も見られました。この中で食事を与えます。ハウスだから、この中で。吠えて困る子は特にハウストレーニングやった方がいいです。もう泣かなくなります。本当にこの中に入れっぱなしにしなきゃいけないってわけじゃないです。面倒が見れれば出してるんです。面倒見れないのにノーリードにしとくっていうのがダメってこと。家の中で自由がいいっていうことも大事なんだけれども、思ってる方多いんですけれども、ハウストレーニング、クレートトレーニングっていうことをしといていただいた方が、飼い主さんにとってもワンちゃんにとってもいいと思います。だからずっと中に入れっぱなしっていうわけじゃなくて、遊びたい時は出してもいいし、だからゆっくり寝られるプライベートルームを作ってあげるってことが大事だと思います。その他、きちんとしつけられた犬が登場し、しつけの難しいトイレトレーニングのコツもアドバイスされました。研修のナンバー2なんですね。じゃあ、まあ入れますね。入れた時に犬を見ないで合図だけ、犬を見ながら、はいちゃん頑張って頑張ってなんて言ったら、うんちとおしっこ止まっちゃうの。
遊んでもらうんじゃないかと思っちゃうからね。はい、じゃあこれで、はい、ワンツー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 っておしっこします。ワンツー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 っておしっこ終わるまで言わなくちゃいけないですね。おしっこ終わるまで。犬のしつけ方教室の後半、実技講座は1週間後に行われ、飼い犬と一緒に実践しながらしつけ方を学びます。犬飼い始めたばっかりでしたので、初めて聞くことばかりで非常にいいお話聞けました。すごく勉強になりました。食事のこととか、あとハウストレーニングがどんなに必要なのかとか、そういうことちょっとやってなかったんで、すごく参考になりました。今まで飼ったことがなかったんで分かんないことが多かったんですけど、これからいろいろなんていうの、日常生活でためになることがたくさんあったので、まあ、次実技1週間後にあるので、この1週間でちょっと頑張りたいなって思います。動物愛護指導センターでは動物愛護精神の普及啓発に取り組んでおります。本日の犬のしつけ方教室もその一環です。動物は飼い始めたら最後まで責任を持って面倒を見てください。途中での飼育の放棄や捨てることは犯罪になります。また望まれない妊娠により不幸な子犬、子猫を生まれてくることを防ぐために不妊去勢手術を推奨しております。船橋市では女性要件を満たす飼い主の方に避妊去勢手術の一部助成をしております。詳しくは動物愛護指導センターまでお問い合わせください。船橋市ではこの犬のしつけ方教室を年5回、猫のしつけ方教室を年1回開催していますので、ぜひご参加ください。では続いての話題です。5月は自転車安全利用推進月間です。葛飾中学校で自転車交通安全教室が行われました。5月16日金曜日、葛飾中学校で全校生徒およそ1200人を対象にスケアードストレート方式の自転車交通安全教室が行われました。スケアードストレートとは恐怖を直視するという意味で、実際の事故をスタントマンが再現し、その恐怖を間近に感じることで事故につながる危険行為を未然に防ぐという教育の手法です。船橋市では中学生の交通ルール意識の向上を目指し、昨年度からこの方式を取り入れた交通安全教室を開催しています。さあ、事故が起こってしまいましたが、どうして今の事故が起こってしまったんでしょうか。自転車のマナー、基本ですね、しっかりと守っていただくということで、私たちは特に高齢者の事故防止だとか、自転車のルール、そして事故防止、これらをですね、中心に今、指導取り締まりに取り組んでいると思います。船橋警察署管内では平成25年の1年間で発生した1058件の人身事故のうち302件が自転車の関わる交通事故で、近年自転車の安全利用に関する道路交通法も大きく変わってきています。この教室で実際にスタントするのは、映画やドラマに出演するカースタント専門のスタッフで、全国各地の学校でスケアードストレート方式の交通安全教室を行っています。はじめに時速40キロで自転車に車が衝突する事故がダミー人形を使って再現されました。これは事故の恐ろしさを素直に感じてもらうための演出の一つです。そして違反行為である自転車の二人乗りや逆走、携帯電話の使用やヘッドホンで音楽を聴きながらの運転などでの事故が再現されました。
教室では一つ一つの事故の再現と合わせてどうすればそのような事故を防げるのかの対策なども説明されました。このように両者が進化、はい、今どうぞとドライバーが先を譲って出ました。このように両者がしっかり安全確認をすることが大切ですよね。この他にもトラックの内輪差や車の死角、傘差し運転などスタントマンやダミー人形による実演が行われ、生徒たちはそれぞれに道路に潜む危険を感じていました。跳ね飛ばされて人が飛んでいっちゃって、なんか本当に自分がそうなったら怖いなと思いました。自転車も危ないってことが分かったので、今度からは信号を渡る前とか角を曲がる前にちゃんと止まってから渡りたいと思います。お二人乗りしないとか、あと両手離しないとかを気をつけたいです。と傘をささなかったりしたり、ちゃんと一時停止したりして乗りたいです。周りの人のことも考えて、自分の行動に責任を持っていきたいと思います。今日はスケアードストレートということで、本当に普段なかなか体験できない、形の交通安全教室をやっていただいて、本当にありがたく思っております。いろんな場面を例にとって教えていただいたので、子どもたちもとても理解しやすかったのかなというふうに思います。生徒のみんなは中学生ですから、自分で一つ一つ今日の安全教室などを参考にして、安全に自転車の走行などができるようにしてくれることを願っています。交通安全教室ですけど、昨年からですね、このスケアードストレート教室ということで、実際にその事故などを目で見て、体験をしてもらうような形で始めてまして、3年間で全中学校で実施する予定になっています。道路交通法が改正されまして、さまざまなその自転車の安全の利用の仕方ですね、が変わってきましたので、一般の方々あんまりご存じないので、ぜひその覚えていただいて交通事故のないようにしていただきたいというふうに思っています。広報船橋5月1日号で、自転車の安全利用についてご紹介しています。それからまたホームページの方でもご紹介してますので、ぜひご覧いただいて安全運転に心がけていただきたいと思います。この教室では平成25年12月に施行された道路交通法の改正部分、路側帯での自転車の左側通行についても紹介されました。道路の右側部分の路側帯を通行することは法律違反となります。危険ですので絶対に行わないでください。船橋市では平成28年度までに全ての私立中学校でこの教室の実施を予定しています。では最後にお知らせです。船橋市では現在、児童ホームの臨時職員を募集しています。子どもが好きな人、子どもと関われる仕事がしたい人、児童ホームで働いてみませんか。今年も運動公園内にあるゲンジホタルの人工飼育施設、ホタルの里が無料開放されます。自然の大切さを知ってもらうために始まったこの鑑賞会も今回で30回目を迎え、およそ1000匹のゲンジホタルが淡い光を放ちながら舞う姿が楽しめます。期間は5月27日火曜日から6月1日日曜日までです。夜空を舞うホタルの幻想的な光を船橋でお楽しみいただけます。ぜひお越しください。それでは今週はこの辺で失礼いたします。